し、どうしようか。タイタルね、するんです。なかなか大変。こういう定食屋さんはもうだんだんなくなってきてますもんね。一番で普通に揚げてるもんはサンプルが入ってるんやけど、こういうひじきとか大根とか日替わりでしてるんで、それをまあ入れるんですよ。でお客さんが見てこれとこれって言って注文しはる感じ。今ほとんどのお客さんが日替わり定食か普通にとんかつ定食とかある、ああいうのが多いかな。この冬はねよく出ててね、毎日してても出てる。取って帰らはって。苦手やね。サラダ入れるやつこれ結構よく出るんや。まあ豚の鶏版みたいな感じ両方に使います。
下げてサラダ。とんかつとかにつけんなら、ハンバーグとかね。あとマヨネーズ入れるだけです。休み明けやからもう余計用事がいっぱいあんねん。初めて、私ら3代目なんです。今日あるもんをまあバーッと並べといて、ここ見て言わはるお客さんもちょっと言わはる。また出ましたしね。
はい。から手作りというかね。そうだからあのとんかつとかも全部衣つけてストックしてるので。
通に。合いびきミンチと玉ねぎを炒めて、もう味がつけてあります。だからケチャップをかけなくてもいい感じ。あの段階ではなんか肉と牛肉と筋肉を煮込んでたんですyou
これはね、この子らはちょっといてないし。もともとはい主人ですよね。ほんでもう26年、7年になるかな。就職してきて、中学卒業してからですね、最初は会社勤めしてたんですけど、20年勤めてて、こちらの方に出だして、ここでもう26年目かな。
ございます。最後のこの愛情が愛情を注がないと。え、うち唐揚げ屋さんだったのかなというぐらい唐揚げが出る時あるんですよ。毎日大体これぐらいは切ってます。定食にもつけたりしてるから。唐揚げの線のキャベツを切ります。
そうなんだ。買ってきたから飲んで。
何回目かな？2回目か3回目か。
大体こんな感じ、こんな感じ。美味しいですよ。はい、一番セットです。
Thank you.
だな。じゃあ、これね。サラウンドの6番です。15、16年天津飯とラーメンですよ。これが多いですよ。あだ名つけられてるぐらい近くで焼き鳥屋やってるんですけど、マスターって言われてる、マスターセットって言われてるらしい。美味しいね、うん、なかなか他で食べられない。いつも悩むサラウドかパンコ。Thank you.
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ、またね。すいません。はい、1番セットでーす。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞー。どうぞー。7番と3番セット。7番3番でーす。ありがとうございます。おおきに。ありがとうございます。3番トメンサロンのからあ
ありがとうございます。
はい、いただきましょう。はい、どうぞ。これがオムそばですね。はい。
全部だよ、次前回や前回。切っちゃわないかんちゃう、さっき。ちょっと小さく。なんでも古いけどね。ここへ持ってきて、ね、お客さんに。そうそう、仙台です。この辺ここでちょっと中華してましたので、こっちに来たのが63年かな。ちょっと変わったこの親子かな言うて、いろいろ試行錯誤の結果このように。開けたらこうやって渡すんですよ。熱いまま食べてください。でここで火がつくんですか。そうです。ここで焼いていって。ネギは繊維を切ってしまうので、やっぱりちょっとややこしいけど、おネギは
ったみたいにあまりこう出る率が少ないので、牛油だらね、うどん焼きとか焼き飯とかぐらいに。今からちょっと寿司肉を取りに行きます。以前は中華洋食っていうのを父と母がしてましたんで、トータルもう55年ですかね。母の実家がもともと中華で、神戸の方で、父と母が結婚して父がそのまま中華を引き継いで、母一人になってしまったんで、じゃあもう手伝おうって主人がね言ってくれたんで、はい、その時からのお肉屋さんの付き合いなんで、長いですね、私が生まれる前からですか。またよろしくお願いします。ありがとうございます。スジネギ、このままだとちょっと硬いんですね。だからちょっとお酢を入れて柔らかくします。
どこから隠してる？ここへ来てからやから10年おしゃべりしに来るんや私らかな今日昼行こう今日行こうとか言うていらっしゃいませどうぞ皆様2人ね、はい、ひらそばにねニラそばだけどね、うん、ちょっとあっさりめに35年ぐらいになるねやっぱりね気さくに来れる気軽に来れるゆっくりできる、うん、通じネギ焼き今日初めて食べます。月に4回ぐらいですかね。ドブチャ。ドブチャ飯いうのが美味しい。いらっしゃい。いらっしゃいませ。
目が行くとか焼き肉焼き肉お豆腐の入った。お豆腐の入ったお好み。奥さんが筋ネギ。奥さんは筋の方がいい。はい。筋三つね。はい。筋三つとドブちゃん一つね。
三番です青むそばですね、はい、これも切ってもらおうかこれも塩食べようかもここが飲んでごめん入れたろうかうおおおおおしいやろ、おむそば若い時からね、ここ行きさせてもらっておいしいから今日来たん3人初めて、うん、おいしいわうんうん、おむそばと筋子とドブちゃん焼きあお腹いっぱい、うん、Thank you.
うん、そうなんThank you.
り焼き。Thank you.
のとってもちゃんと湯が出なくて。神戸の中央地域で52、3年だったんだな。今はしっかり姫路の人間になってますけど。気分で。トビウオと昆布が入ってるだし醤油。もう一個のうどんに。バケット炊き込みご飯ですね。Love it.
店始まって3年ぐらいは。ガスで取った後もいるといいしがらな。大学ぐらいからこっち食べたかった。なんかもともとちょっとうどん食べるの好きやったんやけど、四国食べに行った時にうどん伸ばしてる人が粉だらけになってるでしょ、ぽいなと思ったからそれでか。全てこの近所とかこの界隈のなくなる古民家とかそういうお家の廃材を全部いっぱい集めてきたものでこの間完成させた。いろんな知り合いの作家さんを置いたり、コーヒー入れる日はコーヒー入れたり。うどんさ、待ってる間さ長いやん。姫路城とか観光の人多いからさ、な裏行って、ゆっくりしていいよさ、ここでみんな、なんかボタンで遊んだり、絵描いたり、なんかいろいろ描き叩いたりしてて、面白い。見てみよう。もう絶対に。気づきます。あれ、あ、瀬谷さん見える派です。どうぜ。俺の中学のコーラス部のレコードも入っとうからやし、それはみんなでしかと聞けよ。よし、来たんちゃう。ジェコを集めていくんですか。あとは古民家1個丸々無償で掃除して帰ってくると。2階、この2階がだからもっと多い。山道と
に卵15個はい、次700円、はい、どうも持っていきます。あれを、まあ、簡単に言うと今流行った曲やる。醤油もらっていいですか。今からいいことしか起きません。これがごぼう曲。お出汁用の醤油、薄口醤油。こっちがあのかけて食べる醤油の方の、うん、逆にこれを朝ごはんで出されたらこいつ質素すぎるやつだね。手打ちで。手打ちで。はい。温かいお出汁に手打ちうどんと牛しぐれ持ち込み。はい。はい。これもらってきます。はい。手打ち一丁です。冷たい。
しく買ってきたから。うん。どういうことか。どうだ。入りコロッケ。どなたまだったでしょう。今日はこれ頼みました。はい、ピリッと辛くて美味しいです。うん。
しいもんね。よかったらこれ絞ってあげて。カウンター2番さんですね。はい、この木のスプレーを絞ってもらってこんな感じで。半々ぐらい、後藤派と手打ち派、まあ、両方食べて、結局も私はもうこっちみたいな。太さがやっぱ作ってる製麺所にも違って、これもなんか20種類ぐらいの業者のやつちゃんと味見して、これも後藤ので使ってるやつ、実際に売ってるやつで、すくいやすくてこれすくって皆さん入られます。どうもありがとうございます。気をつけて。ありがとうございました。行くぜ。失礼します。お待たせしました。天ぷら地獄だけ御殿はどちらか。はい、失礼します。召し上がられたことございますか？いや、ないです。はい、生卵をよく溶いてください。そこにお好みの薬味入れます。前のうどんすくいでうどんを卵に移していってください。食べているうち薄いなと思われましたら、お醤油を卵に足してください。はい、薬味と釜玉うどんです。お待たせしました。ピリ辛肉味噌釜玉うどんです。よく混ぜてお召し上がりください。めちゃくちゃコシがあるな。すごいコシ。社長に連れてこないし。そのまま普通のラー油を使ってると思われがちました。
手打ち1、はい。アスカちゃんとこ、はい、そこに合わせる、いらっしゃい、行きます、いらっしゃいませ。待ってて、こちらが温かいお出汁ごとうどんです。器熱いんで気をつけてください。シャレやっていうのを聞いて来てみました。美味しかったですよ。いろいろもっと食べたいなと思って今日は五島うどん初めて食べたんですけど、お疲れ。はい、モリモリにしときました。美味しそう。肉味噌が入ってて、その中にさっきのご飯を入れて混ぜて食べても美味しいですよみたいな。じゃあパンチョッパンチョッパン。あ、食べた。あー、なるほどなるほど。ありがとうございます。知り合いの社長さんにお連れいただいて、たまたま一回来たいなと思ってたんですけど、その時たまたま休みで。念願の念願の。美味しかったです。めちゃくちゃ社長さんがめっちゃ辛味噌の美味しそうなの食べてたんで、ちょっと次はいただこうかなと思います。失礼します。かまたまうどんです。よく混ぜてお召し上がりください。美味しそう。あー、追いかけてきた側ね。あ、そうです。言い方怖っだな。次4種出汁出ます。これ卵別盛りって書いとうで、うん、いや、なんか丸い方、あ、楕円でいいや。はい、はい、うまそう。いきます。4種の天ぷら、温かい手打ちのうどんです。はい、美味しい。口を熱いんで気をつけてください。はい、あとおでんです。はい、はい、お願いします。美味しそう。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそう。ちょっと休みます。いただきます。すごいな、芸能人の人ってすごいな。うんうんうん、アスカが言うわかるわ。めっちゃ美味しい。これ家で作られへんよな。みんな勝手にここから取って。そう、だしの温かいので、手打ち系お願いします。あと炊き込みご飯一つ。ご飯。手打ち、大盛り無料ですけど、全然温かいので、お願いします。あそこにあのスーパーボールスクリーンがあって、それを楽しみに何かおるよ。行こうか。5個まで持って帰って。はい。
たら出てくる。フランスで味一つ。おお、いいんですか。これ何ですか。ブルーベリーと。あ、いちじく。あ、いちじく売り切れになってて、欲しかったなって言ってたんですね。ブルーベリーはうちで採れたんです。家の。すごい。うん、な、懐かしい味やな。懐かしい。もうなんかいろんなこと知れて嬉しいよ。ね、楽しい。手打ちに、はい、はい、よろしく、なんちゃんよろしく、温かいお出汁のおうどんです。熱は熱いに気をつけてください。お汁も入れて、返したいで、目が届く範囲で、もしね、スタッフがいたらやっていけるね。ここで餅が来るからな。お召し上がりください。
今日は何頼まれたんですか？肉味噌うどんです。肉味噌うどん。店近いよ。今日もついに最後の丼になっちゃいましたね、作るのが。大丈夫だった？よかった。チャレンジ精神旺盛な人たち。よかったね。海苔よろしく。冷たいお出汁手打ちうどんです。召し上がられて薄ければこっちのお醤油足してください。なるほどな。さっきレジで教えてもらってせっかくやったら見て帰ろうと思ってきました。面白いな。今日初めてでおすすめされて。肉味噌うどんのお味どうでした？美味しかったです。結構辛かったんですけど、最後炊き込みご飯で雑炊というか肉味噌に絡めてご飯食べたのが結構好きでした。おしゃべりしていただいて楽しく迎えていただいたのでありがとうございます。美味しかったです。あったかのデビューある？はい、ウルメ、これトビウオ、トビウオ、これはちょっと骨が太いから炊き込みご飯に入れたら喉衣詰まっちゃうからすぐダメになっちゃうから急いで冷やさないと。これは後で冷やします。めちゃめちゃ時間かかってる。長尾お子さん連れて来やすいですけど、うん、来やすいですよ、うん、あんな感じで、すごい私は好きですからね。のまかないでどんなんだろう。ええやん、節約で。それは今お茶を増やせたって言われると思うが、今とも平和になってる感じ。今日は姫路の有名店スパイス末広さんのスパイスを使おうと思ってます。今日朝仕込んだやつのこれが2日前に仕込んでるんですけど、
四角いの。いや、わかるだろ。どれよ。絶対四角くないよ。冬瓜。もともと喋らなかったもん。もうなんかいろんなの出すぎて喋っ。最終的に全部食べなかった。
種の方でも迎えに行くから今日はお酒も飲んじゃいけない。なんか人がいっぱい集まってほしくて麺っていう感じのこっち側の麦っていう字になってるでしょ。そこのつながりでもともと自分の好きな空想のバクとかけてなんかみんなに幸せになってもらったりとか嫌な部分もここ来て気分が良くなったりとかするためにで名前をつけてる感じが大きいかな。あとは皆さんに幸せがいけばいいなっていうのが全てこもってる。以上。